さあ皆さんこんにちは、青木玲です。さあ今回はですね、こちらです、プレターンでございます。前回の直滑降から実際こう滑り出す時に、直滑降で次何するか、次こういうプレターンしようと思うポジショニングで直滑降してって、よしじゃあこっからプレターン動き出すってなった時に、じゃあそもそもプレターンはどんなことを意識して、どんなことを目的としてやってるかなと思うと、まずターンに入っていく時のまずリズムを取る、自分自身でリズムを一回よいしょっていう感じで取るっていうのを、まあ一つのイメージとしてはあるかなと思います。特にこれショートターンとか、まあ、ミドルターンとかターンがちっちゃくなってくると、このイメージ、この意識が結構強くなるかなと思うんですね。じゃあこのターンのリズムを取るっていうのを具体的には何やってるかなっていうと、直滑降からプレターンしてグーンっていう風にグーンって一旦目に入るっていう、このグーンっていう部分をリズムとして考えるかなって思うと、そこは抵抗が一回グーってかかって、その抵抗をフッて解放するので、これをリズムとして考えることができて、1段目がすごく入りやすくなるっていうことなのかなと思います。なんでターンのリズムを取るために1回抵抗をかけて、それを解放する、その圧変化を自分自身でコントロールしてますよっていうのがまず1つ。あとは、まあ、角付け、それ具体的には角付けになるから、その角付けにしっかり抵抗力を受け止めることによって行く方向を変えていくっていうのをやってるかなと思うんですね。でこれイメージで言うと、初め直滑降していってヒュッてプレターンをしていくって考えると、プレターンでターンをしようとかエッジングしようって考えるのではなくって、初め下に向かって滑り出してたスピードの方向を横に変えてあげよう、このスピードをこっち向きに変えてあげようっていう風に、下に向かっている、まあ、直滑降ですね、このスピード速度を向こう向きに変えよう、こっちをってこっち向きに変えようっていう風にスピードの方向を変えよう、それをどうやってやるの、いや板立ててさ、角付けでうまく板立てながらスピードの方向を変えていこうかって考えてあげると、非常にこのリズムも取りやすくなったりとか、あとはそのリズムの方向を瞬間的にやるのか、もう少し長く乗ってから解放するのか、その辺のことがロスなくトライしやすくなるかなと思います。プレターンっていうのは簡単に言ったら、まっすぐ滑ってターン後半を描く、まあ、よく言う山回りを描くだけなので、テクニックとしては難しくないと思うんですよね。難しくないんですけれども、目的としては下に滑ってた力を横に動かしていきたいなっていう、この落下力っていうものを横方向の推進力に変えたいっていう目的があるので、まあ、そのためにはこのスピードっていうものをある程度気にしながら行ってあげると、ロスがなくなっていくだろうなと思いますね。まずこの落下可能力に対して横方向の推進力に抵抗力を加える、板を立てることによってこの落下の力を横方向に変えてあげて、この横方向の力を解放してあげることで次のターンエントリーがしやすくなっていく、これがプレターンの仕組みかなと思いますので、実際にこんなイメージを持ちながらプレターン取り組んでみてください。それでは、青木玲でした。